東京の片隅八王子から真実の食レポを発信中、八王子国の歩き方。本日は八日町のめちゃくちゃうまい飯屋を2つご紹介いたします。八日町といえば八王子のかつての中心部、元目抜き通り。今から約60年前、昭和30年代、この小さなエリアにマルキと井上、なんと2つの百貨店が店舗を構えていました。その2つの百貨店の間にあった老舗の呉服屋こそが八王子が誇る最大のポップスター、ユーミンこと松任谷由実の実家、新井呉服店なのでございます。ユーミンが生まれ育った町であるということが八日町住民のアイデンティティの一つ。町会の回覧板なんかはもちろんルージュで書いてありますし、なんてったって八日町の人の話の枕には必ずユーミン自慢が入ります。皆さんね、実際には会ったことはないんですけれども、ユーミンと小学校が一緒でね、とかユーミンの親戚の友達とピアノの教室が同じだったとか、極細のつながりを見つけては誇らしげに語る。まあでもこれぐらいのユーミン自慢はまだまだ可愛い方で、八日町の人は空に飛行機雲が現れるたび指さして、ほらほらほら飛行機雲、八日町で飛行機雲が見られるとあなた運がいいねとか言ってどやってきたり、ひどい人になると、いやこの町で日本のポップスは産声を上げたんだからねなどと拡大解釈も甚だしく、 J-POP の誕生を八日町の手柄にしようとする輩もいる始末。はい、シティポップが八王子で産声上げるわけなかろうって、港区あたりで細野晴臣とかシュガーベイブの連中がこさえたんじゃい。うん、まあ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 、でも気持ちはよくわかる。なんつったってユーミンは全世代に刺さるスタンダードを生み出した国民的アーティスト、そりゃ自慢もしたくなるよね。ユーミンがこの町に暮らしていたのは50年前。この町はテキスタイルバブルに沸き、人口も急増し、商業施設が乱立していた。そう、かつての八日町界隈は多摩地域最大の繁華街だったのである。百貨店に映画館、寄せにホテルに遊戯場、リトル東京がこの小さな箱庭にギュギュッと詰まっていた。しかし栄光盛衰、おごれるもの久しからずや。くしくもユーミンが八日町から出ていった1970年代に入ると、マルキーの上両百貨店の閉店が相次ぎ、この町の中心は現在の JR 八王子駅周辺に移動した。その後甲州街道の商店街はゆっくりとマンション通りに変化してゆき、現在の様相となる。申し遅れました、私八王子国ナビゲーター中野智之、56歳、独身。何を隠そう、私ユーミンとは幼稚園が同じ、13期ほど後輩に当たりますので、ユーミン先輩と呼ぶ権利を有しておるのでございやす。本日ご紹介する1店舗目がこちら、種カフェさん。八日町で一番うまいランチを出すと評判の店。看板メニューがこれ、アボカドサワークリームハンバーグ。ほら見てこのフォルム、ズゴックみたいにずんぐりむっくりして可愛いでしょ。このハンバーグ、がっちりむっちりのお肉感が売り。このパティがグレービーソースのコクと甘酸っぱさによく合うの。白飯との相性抜群の肉団子系バーグ。サワークリームが軽い、うん、ガーリックがしっかりと効いてるな。なるほど、いいねこのガーリックサワークリーム。ニンニクの風味が肉の旨味にレバレッジをかけている。でもってこのクリームの滑らかさが肉団子をひしめく甲虫にエアポケットのごとき空間を作り出し、結果カジュアルでスムージーな咀嚼体験を演出してくれる。はあ、よく考えてあるな。わしゃてっきり高さを出すことによりインスタ映えを狙ったおしゃれカフェ飯のビジュアルルーティンかと思っとったが、全然違った。ちゃんと理由があっての段々重ね。サワークリームとハンバーグがハーモナイズして美しき旋律を奏でている。この完璧なる調和はあたかもユーミンと中島みゆきの奇跡のコラボを無双させるほどの神マッチング。お次は日替わりのシューマイ定食。ここのシューマイが絶品なのよ。八日町の住民は種カフェの日替わりランチがシューマイになるとにわかに殺気立つってぐらいの人気メニュー。ハグつって、うん、これこれ、ぶわっと干し椎茸の香り、この香りに牽引されて豚肉の旨味は最大限にまで引っ張り出される。そうそう、ここのシューマイ、豚肉はミンチではなく包丁で叩いて細切れにして、あえてゴロを残してある。その食感が咀嚼快楽指数を爆上げし、噛み締めるたび充実感を得られる。いやしかしうまいな。玉ねぎのみじんが生き生きしてんの。咀嚼のたびネギの香りがツンと立って胃袋を躍動させる。からし醤油をちょいとつけて、うん、めちゃくちゃうまい。あ、こちらがシェフで種カフェの店長、宮島さん。どうしてまたこんなにパンチの効いた本格シューマイを作れるのと尋ねたら、答えを聞いて即納得。この方昔お仕事の関係で中国の深圳に住んでいたそうで、その時本場のシューマイを食べて、え嘘、日本で食べてたシューマイと全然違うじゃないこれと大感動。惚れ込んだ店のシューマイを分解分析して、ついには自分でも作れるようになったとのこと。彼女曰く、本場のシューマイは日本のシューマイ
ューマイとは別の食べ物。うん、確かにおっしゃる通り、日本のシューマイはボーカルの豚ミンチにコーラスの玉ねぎのみじん切りが正確にハモリを合わせ、雑味の少ない旨味という名の旋律を奏でている。一方、本場譲りの種カフェ中華シューマイはいい意味で荒々しく、香味野菜、干し椎茸、豚の粗みじんがそれぞれにシャウトし、結果美しき不協和音が生成されている。いや、そりゃ崎陽軒に代表される日本のシューマイも整理整頓された味で非常に食べやすく、美味しいことは美味しいですよ。でもたまには飼い慣らされていない野生のシューマイがどうしようもなく食べたくなる時があるんだよね。これおしゃれカフェでシューマイかいと思ったあなた、その先入観捨ててください。ここのシューマイ大げさではなく、八王子で一ちゃんうまいシュウマイです。これ、この界隈に住んでいてここのシュウマイを食べたことがないってんだったら、あなたものすごいもったいないことしてますよ。どれぐらいのもったいなさかといえば、1971年、17歳のユーミンがレコード会社に楽曲を持ち込んだ時、デモテープを聞いたプロデューサー本庄正春は、この声じゃ売れないだろうなと曲だけを採用して、なんとユーミンを返しちゃったんだって。もっないないでしょ。ユミはその1年後に別のレコード会社から歌手デビュー。本庄 P はそのことを未だに我が人生最大の失敗と嘆いている。ここらに住んでいるのにこのシューマイを食べたことないって言うんだったら、それぐらいのもったいなさだってこと、ぜひ一度ご賞味あれ。さて、もう一軒、八日町のおすすめのお食事所はこちら、八王子市夢美術館の真ん前、町の駅八王子、千歳屋春菜おむすび食堂。名前なの？アルバスパーシブル、ウルフリック、ブライアン、ダンブルドアぐらいのネームボリューム。ねえみんな、よくさ、この先一生一種類のメニューしか食べられないとしたら何を選ぶ？ってな質問あるじゃない？僕はね、断然これ、おむすびと豚汁、これしかない。え、それじゃ2種類だって？おむすびか豚汁かどっちか1つを選べって？いや、おむすびと豚汁は2つで1つワンセット、一心同体同一人物、松任谷由実と呉田軽穂、引き離すことは不可能なのでございます。まずはね、豚汁を1すすり。ほう、みやびなワンだな。おいしい、ごぼうのいい香り、おお、かつおだし強めで味噌の塩味は抑えた豚汁。うん、これこれ、豚肉の脂うまっ。味噌汁ってさ、ほんのちょっとでも脂が入ると途端にコク深くなるよね。味噌汁にバター一かけらでも落としたら、副菜からいきなりメインディッシュになっちゃうもんね。うん、なるほど。いやね、さっき一口すすった時ちょっと薄いかなと思ったけど、嘘嘘、これでいい。いや、この方が玉ねぎの甘みやごぼうの旨味がはっきりとわかるし、この量だもの。最後まで飲み疲れしないようにこれぐらいの塩味がちょうどいい。さあ、おむすびはぐっつって、うん、うまっ。米のうまさよ、粘りと膨らみに富んだ米が噛み締めるたび甲柱で甘みに変換されていく。あ、ここのお米握り飯に合うようにとしっかりと水分を含ませて、なおかつ素早く炊き上げることにより、硬さの中に柔らかさを内包したお米に仕上げてるとのこと。確かに米一粒一粒の存在感が違う。こんなに小さな米粒なのに甲柱に含むと、何この大粒感、舌先に球脂に、ほっぺの内肉に触れる米粒の輪郭の愛しきことよ。でね、この具がまた楽しいの。こっちはおかかチーズと白ごまでもって、こっちがしらす大豆に山椒。うん、味噌とチーズが合うな。発酵食品同士で共鳴し合ってる。あ、こっちのしらす大豆もいいね。山椒かじりつけば、切れ味の良い山椒の香りが鼻腔に風穴を開ける。さらにしらすの塩味がてことなり、お米の甘さを隠した甘さを静かに立ち上げる。で、その甘みでいっぱいになった甲虫へすかさず豚汁を流し込む。くー、うめえなー。地味深く身体に染み渡るうまさ。あ、この自家製漬物も絶品だった。ぬかの涼やかな香り、いや、ほんと上手に使ってたよこれ。ぬか床の旨味が野菜にしっかりと入り込んでる。ほんで、程よく水分が抜けた野菜は密度を増して、噛み締めればくにゅっとパリッと、2つの異なる食感が同時に味わえて、楽しいことこの上なし。うん、人参うま、フルーティーで、なおかつほんのりと土の香り、野菜が生きてんだよね。本物のぬか漬けって、大手量販店で売っているぬか漬けはしょっぱくって、野菜もぐったりしていて、なんだか野菜のミイラを食べてるみたい。こうやってさ、本物食べちゃうとさ、もうジェネリックなぬか漬けには戻れない。いや、私ね、最近味覚の嗜好が随分と変化してまいりまして、いや、塩っ辛くてこってりしたものはだんだんとなんか受け付けなくなっておりましてね、素朴であっさりとしたものを体が求めるようになってまいりました。56歳といえば男性更年期の真っ
ただ中。ここ1、2年、肉体の変化が激しく、なんだかさらに弱く生まれ変わったような感覚。ダンホルの分泌が急速に低下したことにより、疲労困憊、肩こり、頭痛、ホットフラッシュ、不眠に不安、頻尿、乾燥、五十肩。いや、五十肩って本当に痛いんだね、皆さん。他人事だと思っていたけど、これほら見て。今や腕の可動領域が初期のガンプラ程度にしか動かないという始末。え？ぬか漬けだ、更年期だと、辛気臭い話ばっかりすんなって、うん、ユーミンの街を紹介しているんだから、少しはおしゃれでポップな話題をしろと。と言われましても、私自身がおしゃれでもポップでも全然なく、地味でウェットな人間、どちらかといえばユーミンではなく、中島みゆき的な人種。あ、断っておきますが、だいたいユーミンってのはですね、八王子には滅多にいない都会耐性が異常に高いタイプの人間なんです。平均的な八王子住民の行動範囲はとてつもなく狭い。心が波立つことのないアクションレンジは立川吉祥寺あたりまで。無理して頑張ったとしても、せいぜい行けて新宿、港区の壁を越えるなんてあた、八王子民には到底できることではございません。特に六本木、麻布界隈には、東京業界人結界なるものが貼ってありまして、八王子民はそこに足を踏み入れると、著しく身体的機能が低下し、耳鳴り、めまい、手足のしびれ、幻聴、幻覚、無気力、無関心などの症状が現れ、楽しむ心の騒ぎではないのでございます。その点、洗い呉服店のユミちゃんは微塵も気遅れすることなく、中学生の頃から夜な夜な家を抜け出して、なんと業界人のたまり場である麻布台のレストランキャンティー本店に入り浸っていたってんだから、ユーミンの都会体制たるや、我々凡庸な八王子民からすればもう超能力者と言っても過言ではないレベル。いや、でも真面目な話、たった14歳の女の子がですよ、片道2時間もかけて港区のレストランまで行かなければならなかった理由って一体何だったんだろうね。え、なんですって？ユーミンは八王子というイメージが全くない。横浜とか晴海ふ頭とか東京駅とか23区の歌ばっかり歌っていて、ひろみさんやローランド様のように八王子愛がないんじゃないかって。おお、何をおっしゃいますやら。いいですか、八王子住民の皆様。あ、キャツーらは八王子住民の皮をかぶった港区住民。騙されてはいけません。あの方々は所詮芸能人様。港区に住みながら八王子に営業にやってきてるだけ。あ、ざっくり言えば八王子市民58万人からカジュアルにカツアゲをしに来てるだけでございますよ。お前はヒロミの八王子会に出演させてもらっておいて、よくそんな恩をあだで返すようなことが言えるなって。へへい、こちとら野良犬 YouTuber、 見境なく噛みつくのが野良犬の魅力。あ、それからね、ユーミンには荒井由実時代の生まれた町でという八王子を歌った曲がありますからね。確かにユーミンはことさら八王子出身をアピールしませんが、八王子愛は作品の中で表現されております。てなこと言ってる間に来ましたよ、2品目、千歳屋名物グリーンカレー、いただきます。うまっ。グリーンカレーってうまいよね。もう大好き。旨味と甘味と塩味と辛味の四重奏カルテット。甘いんだけど辛くて、辛いんだけど甘い。これスプーンが止まらなくなるのよ。ほんでこれまた豚汁同様具沢山。チキンとしめじにクリーミーなスープがしっかりと絡んで、しめじの食感よ、噛みしめるとギュギュギュッと、まるで北国の粉雪を踏みしめているような心持ちで、奥歯が喜んでるのがわかる。あ、ほいで意外にちゃんと辛いのな。うん、後から来るね。最初は鶏白湯のようなミルキーなコクが舌にまとわりつく。しばらくするとその背後にスクッと爽やかな辛さが立ち上がり、甲虫のまったりは一旦リセットされる。だもんで、リフレッシュされた甲虫が再びミルキーなコクを欲する。以下エンドレスで、このライスに乗っかったオニオンフライがいいのよ。香ばしくってスナッキー、カサカササクサクと乾いた咀嚼音が頭蓋に響いて、楽しいことこの上なし。おお、これパクチーだ。パクチーってすごいよね。このコク深く質量のあるルーの味わいを、小さな破片が一刀両断スカッと切り裂く。まるで腹っぱをすりおろしたような暴力的な香り。あ、ともすればノイジーな味わいを感じつつも引きつけられる魅惑の薬味。いやー、改めて人間の味覚に対する感性って本当に奥深くって複雑。美味しいとは我々の想像をはるかに超えたいびつな形をしている。辛かったり苦かったり臭かったり、単体では到底食べることのできないものを内包して美味しいを紡ぎ出している。私たちがコンビニ飯のフレーバーに奥行きを感じられないのは、そういった雑味を全て取り除き、旨味と甘味だけで味覚構成をしているからに他ならない。はい、こちらが店長の佐藤明子さん。明子さん曰く、千歳屋はこの町の人や出来事が出会いつながる場所。日々ワクワクする集まりを企画していて、例えば八王子のワインオタクを集めて貴重なワインを試飲しながらワインについて語る会をやったりしているんだって。イベントスペースとしても貸し出しているそうで、現代の井戸端会議場として利用してほしいんだそう。うん、こういうさ、楽しいが真ん中にある街づくりっていいよね。令和5年、甲州街道はマンション通りに変化し、ご近所付き合いコミュニティは弱体化した。ソーシャルネットワークサービスの登場により、人々は隣に住んでいる
ているというだけの理由では繋がらなくなってしまった。当然ながらご近所付き合いの復活を目指すのも一つの道ではあるが、千歳屋さんのように SNS を駆使して心のご近所さんを繋いで新たなコミュニティを作っていくオルタナティブもまた大切な選択肢の一つなんだろうね。あ、そうそう、こちらのカフェ、町の駅八王子と店名にサブタイトルがついていることからもわかるように、八王子の超新鮮な地場野菜やそれらを加工した食品が買えるプラットフォームになっているんでございます。嬉しいのは、八王子の有名菓子店の人気商品をこちらで買って食べることができるんでございます。例えばこれ、鬼怒丘にあるルパン清の八玉プリン。このプリン、奈良原町小林養鶏場の八卵で作ったオーガニックプリン。うん、卵のコク強、黄身だけ使ってんのかなこれ。材料は国産のミルクと卵、砂糖、バニラビーンズだけ。すごくシンプル。素材の無垢なる味わいが味覚のど真ん中を貫いてくる、クラシカルでポップなプリンで、このカラメルソース、わしゃ好きでたまらんのよね。ビターなだけではないのよ、そこはかとなくスモーキーな甘さがあるの。あ、でもね、今現在私糖質制限中なんでね、ちょこっと香ばしいカラメルの香りを嗅ぐだけにしておいて我慢できるわけないよ。もうこれ全部飲んじゃえ。おいしい。いやね、私最近流行りのトロトロしたクリームブリュレみたいなプリンよりも、八玉プリンのように素朴なカスタード感がしっかりとあり、甲虫に入れた刹那、懐かしさが込み上げてきて、青春の後ろ姿が脳裏に浮かぶようなプリンに心惹かれるのでございます。要するに私ももう年なんでしょうね。いや最近やけにね、あの日に帰りたいや卒業写真の歌詞が心に染みてね、青春の後ろ姿を人は皆忘れてしまうとユーミンは歌いました。そしてこんな風にも、大人は昔の自分を忘れてしまう生き物され、ついてこいよついてこいよ、 ABC ABC はい、あ、これ起きたのヒロ君だ。最後にいただきますのは、八王子が誇る最高のパティシエ、達也佐々木が作るベイクドチーズケーキ、和紅茶のクラフトブレンドと合わせていただきます。あー、いい香り、まろやかなお茶って感じ、黒豆茶みたいな風味もあるね。あ、うま、濃厚チーズに焦げ味のスパイスが効いている。うん、すごいミルキー。あ、自分の鼻息がミルク風味になってる。うん、密度の高い半熟ケーキがゆっくりと溶けていくので、甲虫がずっと美味しい。あー、ユーミンの実家を眺めながら八王子ナンバーワンチーズケーキが食べられるって、これ最高だよ。いや、いつの日かさ、 NHK 朝の連続テレビ小説でユーミン物語を放送してくれたら嬉しいよね。そしたらさ、八日町なんか聖地になっちゃったりして、種カフェや千歳屋は人でごった返すだろうね。いや、しかし移ろいゆく街並みの激しきことよ。その昔、この街にはいくつもの百貨店がひしめき合っていた。マルキーの上そごうに西武、伊勢丹丸井に大丸百貨店、何でも揃うこの街を抜け出し、14歳の荒井由実は港区のレストランのドアを開けた。街の魅力って一体何なんだろうな。街づくりと人は簡単に言うけれど、どんなにうまく都会の流行りを真似てみたとしても、モールや箱物では人を街にとどまらせることはできない。人はきっと人に会いに街に出かけるんだ。1973年、第一次オイルショックの最中、八日町の呉服屋の娘は生まれたてのメロディーと言葉を抱え、孤独に苛まれていた。この街に少女の旋律を聞き分ける耳を持つ者はいなかった。少女は少女の中で帯同する何かに名前をつけてくれるものを探して、中央線上りの最終に乗り町を出た。麻布台、25時のレストラン、高鳴る胸を抑え扉を開け席に着くと、そこにはもうすぐ日本の音楽シーンに革命を起こす若者たちがいて、アートについて語り合っていた。彼らは少女の音楽を聴くとすぐにその本質を理解し、全身で共鳴してくれた。始発の電車で帰らなきゃ、そう言って少女はキャンティーを出た。少女はまだ誰も乗っていない下りの電車に乗り、疲れた体をシートに預けると瞳を閉じた。眠りに落ちる刹那、キャンティーの喧騒が遠くに聞こえたような気がした。そういえばさっきキャンティーで誰かが少女の音楽の名前を教えてくれた。ねえ君、こいつはニューミュージックって言うんだ。